皆さん、ごきげんよう、上川かおりんです。iPhone の音声コントロールなんですが、今まで私が勘違いしている部分が多々ありましたので、修正してお知らせしたいと思います。私はこれまで、音声コントロールと音声入力をごっちゃにして理解しておりました。しかし実際は、音声コントロールは音声で iPhone を操作すること、音声入力は音声でテキストを入力すること、と意味が全く違うんですよね。ところが今の iPhone の仕様ではこの音声コントロールをオンにするとデフォルトでは音声入力もオンになってしまうようなんですよね。うん、わかりづらい。つまり音声コントロールをオンにするとメモアプリなどでのテキスト入力時マイクボタンを押さなくても音声入力が始まってしまうんですよね。ところがこれが諸悪の根源、余計なお世話というもんですよ、アップルさん。つまりこちらが意図しないのに勝手に音声入力が始まってしまったり、別の音声入力アプリ、文字起こしアプリなどとバッティングして音声コントロール自体の動作が不安定になる原因となっていると考えられるんです。なので音声コントロールをオンにしているときは音声入力はオフにした方が安定して使えるようになると考えられます。音声入力したいときはキーボードのところのマイクボタンを押せばいいだけなんで、常時音声入力オンにしておく必要は全くないんですよね。で、 iPhone の設定をそのようにするための設定方法なんですが、これもまた分かりづらいんですよね。なんと音声コントロールには2つのモードがあって、1つ目は音声入力もオンになる音声コントロールモード、これを音声入力モードという。2つ目は音声入力はオフになる音声コントロールモード、これをコマンドモードという2つのモードがあるんです。で、コマンドモードにしておけばとても安定するというわけなんですが、今現在どちらのモードで動いているのかが外見上全くわからないんですよね。設定、アクセシビリティ、音声入力コントロールをオンにした上でコマンドをカスタマイズ、音声入力でオクをオフ、音声入力モードをオフ、コマンドモードをオンにしておけば音声入力モードがオンになることはありませんが、いや、音声入力モードをオンしておいても音声入力モードと言わなければ、または音声入力モードにしなければいいんですが、今現在コマンドモードかどうかはコマンドモードということでしか確認できないんですよね。まあ一度言ってみてください。ということで、音声コントロールをコマンドモードで使用すれば、文字起こしアプリなどを使用してもバッティングで不安定になるようなことは一切なくなりました。つまり音声コントロールのアイコンが灰色になったりすることはなくなりました。コマンドモードのままでも音声入力したいときはキーボードのマイクボタンを押すだけで音声入力もできるようになりますので、何ら不便はありません。ということで、音声コントロールはコマンドモードで使用することをぜひお試しくださいませませ。以上です。